はい、皆様こんにちは。箕面の小さな宝石屋、古紙の安明です。今日もですね、リフォーム事例のご紹介をしていきたいと思います。はい、今回はですね、前回リフォームのご依頼をいただいた時にですね、貴金属やジュエリー の下取りをですね、いろいろさせていただきまして、まあ、その時にですね、余ってお返ししてたダイヤがありまして、まあ、置いてても仕方がないんで、せっかくならば何かジュエリーにすることができたらなということで、ご相談をいただきました。そんな事例を見ていきたいと思います。はい、まあね、前回、下取りさせてもらったこちらご覧ください、ね、本当にたくさんの指輪とたくさんのこうネックレスとかありまして、まあ、これを下取りさせていただいたんですけど、その中でですね、0.2 カラットぐらいのダイヤモンドの裸石ルースがありまして、まあ、それはですね、下取りをせずにですね、今後何か使うことがあればということで、お返しをしておりました。実はですね、まあ、ダイヤモンドを返しした理由っていうのもいろいろありまして、ジュエリーのですね、下取りをする際に金とかプラチナとかですね、地金物についてはですね、比較的その相場に合わせて高いお値段で下取りをすることができるんですけども、どうしてもですね、こういうダイヤモンドであったり、まあ、色石、カラーストーンと言われるものだったり、真珠ですね、そういったものはですね、まあ、下取りは可能なんですけども、まあ、あまり評価が高くつかないということもあるので、まあ、よほどのことがない限りお客様の方に持っておかれたらどうですかということでご提案をさせていただいてます。もちろんね、お客様の方でいや持ってて もう使うことないからもう下取っといてっていうこともございます。まあ、そんなことでですね、今回お返ししてたダイヤモンドを使ってっていう話になりました。はい、でですね、前回リフォームっていうのはですね、まあ、大学生のお嬢様にですね、まあ、シンプルなプラチナで作ったダイヤモンドのネックレスを作らせていただきまして、まあ、すごいとても気に入っていただいたんで、まあ、今回はですね、ちょっと雰囲気を変えて、まあ、素材をイエローゴールドにということで作らせてもらったのがこちらです。はい、ね、もう本当にもうティファニーさんのバイザヤードっていうのに有名な、もうこのダイヤを囲ったスプリンタイプと言われるデザインですね。本当普及の名作と言ってもいいんじゃないかなと思われます、ね、特に若い方なんかには人気のあるデザインですね。はい、まあ、特徴としてはチェーンのですね、こうトップに直接つったデザインですね。はい、まあ、この特徴としてよく背中の首の後ろの引き輪とプレートがですね、前にずれてくるっていうふうなことをですね、悩みに思われている方もおられるんで、まあ、そういった方はこういうトップに直接チェーンをすることでですね、前に回ってくることが少なくなるのかなと思いますので、一つご参考にしていただければなと思います。はい、こんな風にですね、下取りのご相談をさせてもらったり、または下取りで余ったものの、ご提案なんかもさせてもらっているんで、またね、そういったことをご希望の方は気軽にご相談いただければなと思います。はい、ちょっと今日は簡単なご紹介になりましたけども、リフォーム事例ご紹介させていただきました。今日が3月の30日年度末ですね。なんかこのお店の近くもすごい公園、桜が咲き誇ってまして、まあ、たくさんの方がお花見されている様子が見えました。まあね、ちょっと今年は開花が早くて、入社式だったり、そうですね、入学式にもうちょっと間に合ってくれ、持ってくれればいいんですけどもね、まあ、その辺願いながら今回の事例のご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございます。ではまた。